はい、皆様、こんにちは、竹尾でございます。この前ね、30センチ水槽の方、ご紹介したんですけども、まあ、あの30センチ水槽を買ってからというものの、ちょっとね、熱帯魚を買うことにちょっと目覚めまして、まあ、8年ぶりに、まあ、熱帯魚復帰したんですけども、ちょっと大きい水槽で買いたいなと、いうことでございまして、こちらの大きめの60センチ水槽の方をね、立ち上げました。この60センチ水槽っていうのがね、一番、管理がしやすい、水槽と言われております。まあ、この水槽よりね、ちょっとちっちゃい水槽、45センチ水槽とか、30センチ水槽とか、あるんですけども、まあ、ちっちゃい方が管理しやすいんじゃねと思う方も多いと思うんですけど、水の、ね、入れ替え頻度がすごいです。小さいほどね、水の汚れる、勢いがすごいので、まあ、この60センチぐらいから、ちょっとマシになってきますよということですね。これより大きくなると、ね、すげえ重いんで、管理がしにくいということになってきます。まあ、それなりの設備もいますしね。まあ、この60センチ水槽だと、水槽だけだったら多分4000ぐらいで買えちゃうかな。はい。今はもう6000とかでフィルター付きとか、いうのを持ってたりしますんで、まあ、非常に導入しやすい水槽ですね。はい。というわけでね、この60センチ水槽立ち上げました。この水槽は立ち上げて2週間経ってないぐらいかな、やっております。はい。まあ、昔はね、使ってなかったんですけど、今回ワビ草というね、水槽を使っており、水槽茶は、ワビ草という水草を使っておりまして、1500円か1600円ぐらい売ってるね。この辺がそのワビ草というのを使ってます。ね、これがね、多分もうあと2、3週間ほどすると、もう少し茂ってね、非常にいい水草水槽になるんじゃないかなと思ってます。まあ、トリミングっていうのはね、必要かなと思ってますけども、はい、またこれからですね。うん。で、まあ、右の流木はね、昔僕が水槽やってた時にもともと持ってたものですね。はい。結構こういう風な、この大きさの流木はたくさん持ってたんで、それを有効活用しております。ね、という風な感じでございますね。はい。やっぱり、ね、これぐらい大きい水槽になると、ね、インパクトあって、いいですね。はい。また違った良さがありますね。コンパクトアクアリウムみたいなね、こじんまりとしたアクアリウムも非常にいいんですけど、僕はこの大きさっていうのもね、やっぱりいいなと思いましたね。まあ、簡単に説明しますと、まあ、入ってる魚はですね、まあ、皆さんご存知、この辺におる、ネオンテトラ。ね、有名な熱帯魚ですよね。ネオンテトラでございます。ネオンテトラと同様に、まあ、小型の、ネオンテトラの仲間はカラシンというね、このネオンテトラの、まあ、部類があるんですけども、まあ、それの、同じ部類の、グローライトテトラというものでございますね。と、同じ仲間の、まあ、シルバーチップテトラというね、ハセマニアとも呼ばれたりしておりますが、そのテトラと、いうことで、テトラが3種類、入っておりますね。はい。まあ、この水槽はね、小型の、このカラシン、小型のテトラで固めようかなと思っていたので、これで固めてます。ね。で、まあ、あと、この辺におる、ね、これとか、これ。まあ、これもね、まあ、名前で言うと、プルケールという名前の魚でございます。まあ、これ本当にね、まだ1センチ、2センチぐらいの幼魚なんですけど、まだ8センチぐらいになりまして、子供を産むと、自分らで、世話するという熱帯魚でございまして、ね、まあ、有名なエンゼルフィッシュと同じような感じの仲間ですね。シクリッドという、仲間になるんですけども、まあ、その魚が5匹幼魚が入ってます。まあ、今後育てていってくれたらなと思っていますが、はい。まあ、あと、ね、コリダラスの仲間ですね。ナマズの、これ。こいつらね。はい、コリダラスパンダですね。パンダっぽい模様の、コリダラスという魚が入っております。まあ、そこ用の、ね、餌掃除とか、そういうものをしてくれるように入れました。まあね、観賞魚としても非常にね、可愛らしいですし、見てて癒されますね。はい。が、こいつらも入っておりまして、ということでございますね。魚はそんなかな？はい。で、まあ、ヒメタニシも入ってて、あと南のバビかな？入ってますんで、まあ、すべて小型になってますんで、まあ、各々が群栄して、非常に綺麗にね、見えております。ヒメタニシがね、すごいお魚でございまして、今もちょうど、ね、これ、見えるかな？この奥の方でね、重なっとるんですよね。非常に、お魚でございまして、
また近々子供を産むんじゃないかなと思ってます。はい。ね、ちっこい、ここによる、これ、これね、これ。はい、このね、ヒメタニシ、まあ上で、まあ、お魚なんですけども、この下にね、ちっこいのいますよね。これは、この水槽で生まれた稚貝ですね、稚貝。ね。はい、まあ、ヒメタニシなんですけども、まあ、よく言う、なんやろ、スネールという魚機貝、まあ、水槽の中でも永久に増えるという、貝とは違いましてね、この貝も、子供を直接産むというね、卵を産まずに子供を直接産むという貝でございまして、まあ、その爆発的に増えないんでね、まあ、増えた分、ラッキーと。ということでね、しっかりとやっていきたいと思ってます。はい。ですね。多分4匹か5匹ぐらい増えてるんちゃうかな。ですね。というふうな水槽です。はい。まあ、設備としてはね、一般的な、設備としてはね、もう一般的な上部フィルターに、まあ、昔の二等式のライトです。二等式のライトに、まあ、予備フィルターとしてね、あっちに投げ込み式のフィルター入ってたり、してます。ね。あと、ま、ヒーターはね、昔使ってた温度調整ができるヒーターを入れてますので、まあ、今25度ぐらいにしてるのかな。まあ、コリドラス、このね、下におるこの魚がね、まあ、あまり高水温に強くないので、まあ、ちょっと低めの25度に合わせています。まあ、それぐらいがちょうど調子いいかもしれないですね。まあ、2、3週間、この水槽立ち上げて立ちますけども、まあ、水草がま、どんどん伸びていくと、まあ、伸びていくともう少しボリュームが出て綺麗になるのと、まあ、魚自体もね、一匹もね、お亡くなりになることなく、今日まで来てますんで、非常にいい環境で立ち上げれたのかなと思っています。ね。まあ、この水槽もね、どうなるかというところでございますんでね、またね、この水槽、今後のどう移り変わっていくかわかりませんけども、まあ、変わったこととかね、これいいんじゃねえかなっていうことありましたら、また動画にしたいなと思ってますんで、ね。まあ、つい最近始めたこのアクアリウム動画ですけどもね、何卒ご視聴いただけたらなと思います。というわけで今回は以上でございます。また次回お楽しみに。